ドジャース大谷翔平、ワールドシリーズの成績どうなん？ワールドシリーズはチームが勝てば良いんだよ。個人成績が大事なのはレギュラーシーズン。打率だって本塁打数だって語られる時は必ずレギュラーシーズンだろう。これが DH という悲しい事実。優勝を受け取ったからセーフ、いるだけで覇気がえぐいからな。役立たずのままリング獲得チャンピオンリングなんてこんなもんですよ。勝ったんだからいいじゃん。松井がいなければ世界一になれなかった。大谷がいなければもっと楽に世界一になれた。相変わらず大舞台やチャンスには弱いのが露呈したわ。やっぱり偽物だったね。笑い。フリーマンが大谷の化身を担ってたからセーフという不調。サッカーみたいに大谷の打撃妨害が起点になって優勝ってことになるからセーフ。レギュラーシーズンという練習試合で MVP になろうが WS という本番で活躍できない以上は松井さん以下よ。こんな絶不調なのにひたすら大谷打席で投手変えるヤンキースのぐさくさよ。盗塁失敗して痛い振りがハイライトだったね。やっぱりイケメン長距離バッター松井にはなれなかった。ご視聴ありがとうございました。